こういったね本当に厳しさを持って後輩を叩き潰すという上野選手は、まあ、なかなか見られませんからね。でも戦いながらやっぱ先輩の背中見てますもんね。間違いないと思います。やはりね先輩が強ければ強いほど後輩もね声がいがありますもんね。スリーパーホールドですね。しかも全体重をかけています。いや、大沢さん、こうやって見るとユニもよく考えてますね。いや、でやっぱりユニがすごいのはやっぱ8歳からやってるんでリングの大きさを分かってますよね、体でね、距離が分かってますよね。そこが素晴らしいですね。そのリング上の空間認識能力がしっかりとある。おお、これさっきは止められましたが、1回転してのローリングカッターだが、エイタへ反撃ももらってしまいます。リング中央なんとは強い。もう一回行く。あ、この抑え込みもきついですよ。カッさん、これきついですよ。あ、返せるか。もうほとんど道場ですね、こうなるとね。でもすごいもの見てますね。苦しい時にやっぱフォールを返すってのもね。そうなんですよね。これ返せないですからね、本当にスタミナなくなっちゃうと。お、いやでも上野選手も仕留めようと思えば仕留められるっていうところで、なんかあえてユニの出方を待ってるような。そうですね。あ、容赦のないエルボーパット。さあこれに応えられるかユニ。全身を使って、おお、ハット、お、顔面、顔面だ。上野勇気のお株を奪うかのような顔面だが、それをやり返す。ここで上野が畳みかける。なんとユニに対して BMP 美しいムーンサルト、カウント3。上野がベストムーンサルトエヴァを見せましたね。そうですね、頑張ったユニへのご褒美ですね、これはね。再々デビュー祝いですか。そうですね、